桃色クローバー Z リーダーの桃田かな子さん。常に全力でパフォーマンスする姿でファンを魅了しています。この記事では桃田かな子さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、桃田かな子の出身大学、桃田かな子の出身高校、日の出高等学校、桃田かな子の高校時代、桃田かな子の出身中学校、浜松市立入りの中学校、桃田かな子の中学時代、桃田かな子の出身小学校。浜松市立入りの小学校、桃田かな子の小学校時代、桃田かな子の出身地と実家の家族構成。まとめ、桃田かな子のプロフィール、桃田かな子の出身大学、桃田かな子さんは、芸能活動に専念するため、高校を卒業後は大学には進学していないようです。高校を卒業する年には紅白歌合戦に出場するほど、ももクロは人気グループとなっていました。また高校時代はあまり勉強が得意ではなかったこともあり、大学には進学しなかったのでしょう。桃田かな子の出身高校。桃田かな子さんの出身高校は日の出高等学校芸能コース、現、目黒日本大学高校、です。丸、日の出高等学校は偏差値42の学校です。桃田さんは2010年4月に高校へ入学し、2013年3月に卒業しています。日の出高等学校、セミコロン、学校名日の出高等学校、現、目黒日本大学高校。落下、コーススポーツ芸能コース、偏差値42、所在地郵便番号 153-0063 東京都目黒区目黒 1-6-15。最寄り駅目黒駅より徒歩5分、著名な卒業生朝日奈央、家入レオ、松岡真由ほか。桃田かな子の高校時代、中学時代から芸能活動が忙しくなっていた桃田かな子さん。日の出高校には、なんと地元、浜松から新幹線通学していたそうです。通学時間は片道2時間以上、通学定期は3ヶ月で約34万円です。放課後には所属事務所に寄ってから浜松に帰る生活をしていました。桃田かな子の出身中学校。桃田かな子さんの出身中学は浜松市立入りの中学校です。桃田さんは2007年4月に中学校へ入学し、2010年3月に卒業しています。浜松市立入りの中学校。学校名浜松市立入りの中学校。所在地郵便番号 432-8061 静岡県浜松市西区入野町 17,959。最寄り駅高塚駅、JR 東海道本線、桃田かな子の中学時代。中学時代の桃田かな子さんは運動神経抜群の女の子でした。中学校で行われたスポーツテストではトップクラスだったそうです。そして桃田かな子さんがももクロのメンバーに抜擢されたのは中学在学中のこと。ただ、かな子さんが中学時代のももクロは、まだブレイク前のアイドルグループ。そのためかな子さんは中学卒業まで地元の静岡県浜松市内の学校に通っています。地元愛の強いことで有名な桃田かな子さん。出身小学校にサプライズ講師として登場し、後輩たちに夢を題材に講演したこともあります。また、出身中学で行われた成人式には、振袖姿で会場に飛び入り参加したこともあります。現在でも、時間があれば帰省するようですよ。桃田かな子の出身小学校。桃田かな子さんの出身小学校は浜松市立入野小学校です。丸、桃田さんは2001年4月に小学校に入学し、2007年3月に卒業しています。浜松市立入野小学校。学校名浜松市立入野小学校。
所在地郵便番号 432-8061 静岡県浜松市西区入野町8757。最寄り駅高塚駅 JR 東海道本線、桃田加奈子の小学校時代。小学生時代の桃田加奈子さんは、バスケットボールや体操が得意な活発な女の子でした。そして、桃田加奈子さんが芸能界入りを果たしたのは、小学5年生の時のこと。母が応募したオーディションに合格したことがきっかけです。2005年に桃田加奈子さんはスターダストプロモーション所属タレントとなります。しかし、東京には引っ越さず浜松在住のまま芸能活動をしました。桃田加奈子の出身地と実家の家族構成。1994年7月12日生まれ静岡県浜松市出身の桃田加奈子さん。茶畑の中で育ったことから、茶畑のシンデレラのキャッチフレーズで活躍しています。家族構成はご両親、お兄さん、加奈子さん、弟さんの5人家族。お母さんは桃田加奈子さんが芸能界に入って活躍することを望んでいました。そのため3歳から新体操を習わせたり、バレエ、ダンスも習わせていたそうです。加奈子さんの代名詞であるエビ反りジャンプは、習い事の成果かも、わら。ただ、小さい頃の加奈子さんは、あまり芸能界に興味はなかったそうです。お兄さんは、加奈子さんの3歳年上です。お兄さんとは仲が良く、2人でディズニーランドに行くこともあるとか。また、弟さんは、加奈子さんの6歳年下です。芸能界の裏方の仕事に興味を持っている弟さん。ももクロのライブの時はバックヤードに陣取り裏方の手伝いをするそうです。まとめ？桃田加奈子さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。地元の静岡県浜松市への愛がすごく、地元民としては嬉しいですよね。そういった愛情の深さが、多くのファンに愛される要因だと思います。これからも、地元愛に溢れた桃田加奈子さんを応援していきます。桃田加奈子のプロフィール、こんな桃田加奈子、桃田加奈子、生年月日1994年7月12日。出身地静岡県、身長155センチメートル。血液型 AB 型、所属事務所スターダストプロモーション。